こんにちは佐藤隆です僕は廃棄物最終処分場の技術管理の仕事をしています皆さんは最終処分場って聞くとどんなイメージでしょうか一面のゴミこんなイメージでしょうか昔はこうでしたが現代はこうです一体どこにゴミがどれだけ埋まっているのか 全然わかりませんよねこれは環境の影響を最小限にするための厳しい法律があって僕たちがそれに沿って管理しているためですゴミが運び込まれてもすぐに土を覆う決まりがありますだからゴミが見えないんですこの図は処分場を切った断面図です 配管を通じて酸素をゴミの中に取り込ませることによって自然に浄化が進んでいきますまた雨が降って染み出てくる汚水はコンクリートや専用のシートを使って漏れ出さないように守ってるんですこのように陸上でゴミを埋め立てることを陸上埋め立てと言います陸上埋め立てのほかに 海面埋め立てもあります海に建設された処分場で同じようにゴミを埋め立てるんですここ清水にも海島っていう海面埋め立ての処分場がありますが僕も同じタイプの処分場を担当しています海面処分場を陸上埋め立てと同じ法律で管理していますでも 地面の中では状況が全く異なります陸上埋め立てでは内部に酸素を取り込むことで浄化が進んでいきますが海面埋め立てはゴミが水没しているために酸素を取り込むことができないんですつまり浄化のスピードが陸上埋め立てよりかなり遅くなります僕は毎日の仕事の中で海面埋め立ての浄化の難しさを 肌で感じここんななとを考えるようになりましたもし災害でこの堤防が壊れてしまったら浄化が完了していないゴミが未来にこのまま残してしまうのか何かできることはないのか自然をより良い形で残したい僕は水没したゴミを浄化することを決心しました。 僕が大学で学んだのは航空工学当時は専門は違うし研究者でもない実験は仕事以外の時間で資金はお小遣いでも僕は浄化をしたいという思いでとにかく実験を開始しましたまず僕は陸上埋め立てと海面埋め立てのその大きな違いを考えましたそれは 海面埋め立てはゴミが水没しているので酸素を奥まで届けることができないということです水没していても酸素を届けることができれば浄化ができるかもしれないでも空気を送っても泡になって浮かんでしまうので深く浸透さすことができないんですでは一体何を使って酸素を届ければいいのでしょうか 僕は発想を切り替えて水に邪魔をされてダメならその水に酸素を溶け込ませて届ければどうだろうと考えましたこの方法には大量のきれいな水が必要ですでも処分場の中にはすでに汚水が溜まっていてそれが流れ出さないように守っているんですそうなれば答えは一つ 溜まってている汚水をきれいにして浄化に使えばいい。浄化に使って水が汚れたら、またきれいにして再利用すればいい。循環型の浄化の仕組みが作れる。そう考えました。ところが、ここで大きな問題がありました。それは浄化装置です。最終処分場の汚水ってとんでもないんです。 硫化水素も発生していて大の大人がひっくり返るぐらいのすごい匂いですこんな水をきれいにするほどの装置は買うだけでも数千万維持費だけで僕の給料が全部なくなりますでもこれがなければ前に進めませんよしないなら作ろうということで浄化装置の開発も始めました とは言っても敵敵は強敵です僕は小さい頃じいちゃんが自然からは教わることが多いんだよと言ってたことを思い出して自然の仕組みを参考にすることにしました水を本当の意味で浄化ができるのはやっぱり自然の力なんです薬品を使えばすぐ効果が現れますが最後に残るのは薬品なんです フィルターを使えばそれは汚れをこし取っただけですでも自然の力は汚れの成分を分解して最後に残るのは水と土なんです先ほどこの汚水をまるで敵のように表現をしましたがそうではなく実はこれも微生物の分解の過程だったんです 自然の力を借りて水を浄化する装置僕は試行錯誤を重ね約1年低コストな水質浄化装置 U を完成させましたこの図をご覧ください現在の U は6つの処理工程を利用できます汚水を取り込みかき混ぜ 酸素を加え生生物物処処理理そして生物処理2最後に放流ですこれらすべてを一つのポンプで稼働させて同時に各ユニットに空気を送り込む仕組みですこれが一サラリーマンでも作ることができる低コストの正体です実はこれはホームセンターですべて材料は揃います 心臓部は強力な水流と細かい気泡を使います生物処理ユニットはそこの水域に存在する微生物をユニット内に取り込んでそして育てますつまりそこに微生物を持ち込んだりするようなことはしません薬品やもともとそこにいなかった微生物を持ち込んでしまえばそれは自然ではないからです ででは気になるその性能です処理水のデータを見れば効果は歴然ですが浄化した水はある程度きれいな環境が必要なゲンゴロウなどの生物が住めるようになります処理能力は家庭用100ボルトなら30トンこの30トンを身近なものに例えると お風呂が150杯分ですユニットの構成を組み替えて200ボルト専用機にすると池などのもっと大きな場所を浄化できます装置 U はコンピューターなしで自動運転ができる設計ですがコンピューターを乗せた場合研究の強力なアシスタントになります U は僕に代わって 24時間実験を継続させデータを取り続けてくれますユウと僕はいつもスマートフォンでつながっていて映像を見ながらのリモートコントロールもできます実は実験をしてデータを取ってくれていたのは装置ユウなんです僕はデータを見て喜んでいただけだから仕事をしながらでも膨大なデータを取ることができました こうして完成した強力な浄化装置 U とともに最終処分場の土地の浄化をスタートしました結果は自分でもびっくり大成功 <laughs> 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 ありがとうございますありがとうございますこの成果は最終処分場技術システム研究協会通称 LSA から認めていただき 研究成果を発表させていたただきましたこの経験は僕の研究の精度を高めるきっかけとなりエルイスエーの先生方には大変感謝していますまた僕の研究をいつも支えてくれた住吉工業の中川さんには心から感謝しています僕の研究は仕事のためではありません また利益を得るつもりもありません僕の目的は自然をより良い形で残すこと僕は装置恵を本当に必要とする方には無償での技術提供を行いますもし装置恵が水が汚れて困っているところで役に立つのなら もし本気で何とかしたいと思う方たちがいるのなら U の技術を提供しますもしかしたらなんでこの人ただで技術提供するとか言ってんの裏があるんじゃないとか <laughs> 思っている方もいるかもしれませんねでもこれには僕なりの理由があるんです今お話ししたアイデアは 今は亡き息子と一緒に過ごした期間に考え出したものです僕は息子を失った悲しみを研究に没頭することで紛らわせました短すぎる人生を終え彼が天国に旅立ってから装置として形にしたものです 息子のユウという名前には人のために生きることができる優しい子になってほしいと願いを込めたものでした僕は完成した装置にユウという名前に込めた思いを託しましたこの思いをもっと生きてほしかった彼に代わって果たしてほしい僕はそう願って 同じ名前を付けたんです装置が完成して僕は二人の子供を授かりましたこれから彼らが生きる未来今は亡き息子が生きるはずだった世界装置いうには未来を生きる子供たちのために生き続けてほしいと願っています ソーチ U の技術提供実はこの話は具体的な要望があってすでに動き出している話ですソーチ・ユは今年インドの子供たちのために生活水準の低い地域の水質浄化に向かいます安価に作ることができメンテナンスフリーである U は 経済格差により手つかずの地域の水問題解決にうってつけですそして国内にも海面処分場や池など浄化を必要とするところはまだまだありますまた汚れた水は僕たちが作ってしまうんです僕たちが生きている限り止めることはできませんでも 僕たちにもでできるることはあるはずです僕自身は息子の名前を受け継いだ宗智優とともに人と自然界との架け橋となれるように研究を続けていきます今ここに立っている僕は皆さんから見て 特別な人間に見えますか研究を評価いただいてここテテックスに立たせていただいたことは僕も正直嬉しいですでも研究を始めた時にはただのサラリーマンだったんです今もサラリーマンですけどね <laughs> 僕が特別な立場特別な人間ではないからこそ コスト面で優れた優が生まれました。これからの世界を良くしたいという気持ちと行動は特別な人である必要はありません。一人一人ができることは違います。生み出すものも違います。でも僕たち一人一人が何かを良くしようと考え行動したときに 僕たちは誰かにとって特別な人になるんです自分も何かやってみようそんな人が一人でも増えればきっと状況は良くなりますそんなあなたに優が寄り添い共に生き続けることができればこの上なく幸せですありがとうございました